ネッカー・オーデンバルト軍は、ドイツ・ビュルテンベルク州に存在する軍。軍庁所在地は、大規模軍都市のモースバッハである。バーデン北部、州の北部に位置し、ラインネッカー広域連合、カールスルーエ行政管区のラインネッカー地域連合に属す。北部は、ヘッセン州、オーデンバルト軍及び、バイエルン州ミルテンベルク軍と境を接し、ビュルツブルグと多くの交流を持つ。 東は、バーデンビュルテンベルク州のマインタウバー軍、南東は、ホーエンローエ軍、南は、ハイルブロン軍、西は、ラインネッカー軍に接している。ネッカーオーデンバルト軍は、オーデンバルトの一部を含み、軍内の最高地点であるカッツェンブッケルは、この地域に含まれる。軍西部には、ハイルブロン方面から北に向かって、ネッカー渓谷が形成されている。軍域を離れて間もなく、 ネッカー側は西に向きを変えて、ハイデルベルク、マンハイム方面へ流れ、マンハイム近郊でライン側に注ぐ。ネッカーオーデンバルト群は、三つの全く異なる自然環境を持っている。地質学的には、オーデンバルトの構成は均一ではなく、手前のオーデンバルトとも呼ばれる結晶室のオーデンバルトと、これよりも、はるかに広い面積を占める、ブンテルサガンのオーデンバルトに区分される。 ブンテルサガンはハイデルベルクからアモールバッハを通りミルテンベルクに至るあらゆる歴史的建造物に見られる。ブンテルサガン地域を侵食したネッカー渓谷は小オーデンバルトを残りのオーデンバルトから分離している。南東部のバウラントまたはマドンネンレントヒエンはムシェルカルクキに作られた土地である。初期の入植が行われたのはこの樹木の乏しい地域であった。 マイン川、タウバー川、ネッカー川に囲まれたこの地域は家の壁や路地沿いに多くの素朴なキリスト像が建て祀られており地元の文筆家ヘルマン・エリスブッセはこの地に聖母の小国の名前をつけた特に旧ブルヒエム軍はかつてマインツ市教領に属した土地で反宗教改革聖母信仰の中心地であった大規模な玄武岩の路頭が カッツェンブッケル山に見られる。その山頂は火山性の剣道残球であるが、現在は火山活動はしていない。ネッカーオーデンバルト軍の軍域における現生人類の最初の痕跡はアウエルバッハ近郊から出土した中石器時代の道具であり、紀元前9000年から紀元前7000年の間であるとされている。ネッカー渓谷及びオスターブル県からは、 新石器時代の戦隊分力が発見されており、バーデンビュルテンベルク州内で最も早くから農業が営まれた地域であることが明らかにされている。さらに、戦士時代の証拠として、一世紀のものとされるネメトン遺跡がゲリヒ都市鉄典近郊に残されている。これは、この種のものとしては、カールスルーエ行政管区で唯一完全に保存されている遺跡である。 この軍域にローマ人がいた時代は、ローマ人と敵対したゲルマン人との間の国境となるオーデンバルトリーメスと呼ばれる壁の建設と不可分である。この壁は、紀元100年までには完成し、その後、ゲルマン南西部のマイン川ネッカー川間の湿ったローマ帝国国境に木製の防御柵、堀、見張り等からなる構築物が建設された。現在のシュロスバウ、 オーバーシャイデンタール、ローベルン、トリエンツ、ネッカーブルケンの城は、オーデンバルトリーメスを攻撃から守るために築かれた、ものであった。2世紀中頃には、国境の壁は、約 15km から 20km ほど東に移動した。いわゆるボーディア・ライムズは、軍事防衛線として機能するとともに、加えて、ローマ植民地のアウクスブルクとマインツと東西に、 最短距離で結ぶことを可能にした。この軍域ではバルデュルン城とオスターブル県との間をほぼ一直線に伸びている。260年頃、この国境地域にアレマン人が侵入し、ローマによる支配の時代は終わった。中世初期の6世紀からフランク人統治下で地域開発が始まり、オーデンバルトへの入植は13世紀まで続いた。 ネッカー・オーデン・バルト軍の軍域は、統治上、フランケンのガウィン・アーティバに組み込まれた。中世の重要な領主として、アモール・バッハ修道院、ドルシュ修道院、モース・バッハ修道院やビュルツブルグ司教が挙げられる。中世世紀末までに、バウランドでは、デュルン家が力を増し、また、隣接地域のシュタウフェン家の家臣たちが一時的に、この地域に力を伸ばしたが、その後、 所領の分割や仕入れ、売却などにより、13世紀後半までに、この権力構造は崩壊した。中世後期から1803年まで、ライン旧中博マインツ大司教、ビルツブルグ司教、オーデンバルト並びにクライヒガウの騎士関東が統合された、クライヒガウ帝国騎士領が、この地域の権力を掌握した。 1410年から1499年までの約1世紀の間、プファルツ博の防流である、プファルツモースケの館がモースバッハに置かれていた。1525年のドイツ農民戦争では、この軍域が主要な現場となった。オーデンバルトからネッカー渓谷一帯の放棄農民を指導したゲッツフォン・ベルリヒンゲンは、ネッカー・チンメルンのホルンベルク城に、 亡くなる1562年まで住んでいた。宗教改革は、初めはじめワルター派、その後カルバン派が主力となり、プファルツ選定校により定着したが、その一方で、マインツ大司教、ビュルツブルグ司教らの支配地域では、カトリック信仰が維持された。30年戦争では、神聖ローマ帝国に属したドイツの他の多くの町と同様に荒廃した。 1648年にベスト・ファーレン条約が締結された後も人が去り荒れ果てたオーデンバルトの村に再び住民が定住するにはなお15年の歳月を要した。この後ナポレオン戦争に続き1803年に領域が再編されるまでの約一世紀半の間、この領域の勢力均衡は比較的安定した状態に保たれた。 帝国代表社会議主要決議とそれによる旧帝国の終焉により事態は一変した。プファルツ選定公領の解体による最大の受益者はバーデンであった。現在の軍域及びその周辺地域はプファルツ選定公領並びにマインツ及びビュールツブルグの境界領の世俗化領土から、まずは来人間公領を形成することとなった。これは同家が ラインガーサガンの領土を失ったことに対する保証であったと言われている。しかし、この雷人原稿領は1803年から1806年までのわずか3年間しか続かなかった。少量種の陪身化により雷人原稿も帝国騎士の位にされ、全軍行きはバーデンの支配下に組み込まれた。大綱領は新たに獲得した領土を直ちにバーデン大抗国に統合し始めた。 1812年までに様々な行政機構が改変された。国家統治機構下の地方行政機関として、別陸スアムトが創設された。1863年に別陸スアムトを補うものとして、純粋な自治体連合であるクライス連合が創設された。現在のネッカーオーデンバルト軍の軍域は、1939年のクライス連合解体まで、 モースバッハクライスに属した。一方、1925年から1936年にかけて、軍域はアーデルスハイム、モースバッハ及びブーヒエンの核、アムツベ別力に分割されていた。国家統治機構下の地方行政機関としての役割と、自治体連合としての役割を同時に兼ね備えた軍が、創設される3年前に、アムツベ別力アーデルスハイムは、 アムツ別力ブーヒエンに統合され、1939年に現在の軍域にモースバッハ軍及びブーヒエン軍が発足した。第二次世界大戦後、両軍は南西部の平均以上に難民や放区民を受け入れたが、1952年に成立したバーデンビュルテンベルク州内でも発展の遅れた地域であった。1950年代からモースバッハ軍及び ブーヒエン軍は発展に向かった。復興計画やジスハイム軍、モースバッハ軍、ブーヒエン軍及びタウバー・ビショフスハイム軍共同のオーデンバルト開発共同体は社会資本の整備に重要な影響を及ぼした。ネッカー・オーデンバルト軍はバーデンビュルテンベルク州の軍再編により1973年1月1日に発足した。 旧モースバッファ軍及び旧ブーヒエン軍の大部分の市町村が、まずはオーデンバルト軍としてこの軍に組み込まれた。両旧軍のいくつかの市町村は、近隣のハイルブロン軍、ホーエンドウェイ軍、マインタウバー軍に編入された。ヘッセン州にもオーデンバルト軍があることから、1974年にネッカオーデンバルト軍と改名された。 旧ブーヒエン軍及び旧モースバッハ軍は、かつてのバーデンの別力はトに由来し、多くの曲折の歴史をたどった末に、1936年及び39年に軍として統合された。1970年代の軍裁編で誕生した新しい軍の軍長所在地には、モースバッハが選ばれ、ブーヒエンは新しい軍の第二の都市となった。この軍は、 自治体再編後の数で6つの軍所属市を含めて26市町村からなる。軍最大の都市であるモースバッハは大規模軍都市となっている。スビンゲンベルクが軍内最小の町である。軍では軍議会と軍長の選挙が行われる。軍議会の選挙は5年ごとに行われる。議席配分はドント方式により決められる。2019年に行われた。 選挙の結果を以下に示す。軍議会から任期8年の軍長が選出される。軍長は法律上、軍の代表者であり総裁であると同時に、軍議会並びにその委員会の議長を務める。軍長は、軍役場を主導する。軍長の職将の一つに、軍議会及び委員会の準備がある。軍長は、議会を招集し、主催し、そこで採択された決議を執行する。 軍議会で、軍長には投票権はない。第一管理が、軍長代理を務める。1973年以降の熱火オーデンバルト、軍軍長図柄、左右に分割。向かって、左は銀字に、青の斜め格子。向かって、右は赤字に、六本スポークの銀の水車。意味、紋章の図柄は、マインツ市教領子を示すマインツアーラートと、 プファルツ選定校を示す斜め講師である。両者は19世紀にバーデン領となるまで軍域の多くを支配していた。国勢調査、またはバーデンビュルテンベルク州統計局の推測値に基づく人口推移は以下の通り。人口一人当たりの年間所得は16,929ユーロである。隣接する ラインネッカー郡のそれは19347ユーロ、バーデンビュルテンベルク州の平均は19233ユーロである。以下の土地利用率はネッカーオーデンバルト郡は主に森林及び農地である。ネッカーオーデンバルト郡には4つの市町村間、産業地区があり、工業、サービス業、主工業のための 面積130ヘクタールの大規模な産業地域がある。オスターブル県地域工業、パーク、バルデュルン連合工業、パーク、オーデンバルトバイブーヒーエン市町村間産業地区、エルツネッカーイン・オーブリヒハイム市町村間産業地区である。ネッカーオーデンバルト経済振興協会は、軍内に企業が定着したり、事業拡張する際のあらゆる問題に対して、助言、援助、 支援する。ネッカー・オーデン・バルト軍の日刊誌としては、ハイデルベルクに本拠を構えるラインネッカー、サイトゥングの地方版及び、フランケス県ナハリヒテンのブーヒエン、バルデュルン版がある。RNZ の支局は、モースバッハ、ブーヒエン、バルデュルンにある。RND のすべての地方版は、2006年6月1日から、電子版としても配信されている。FN の軍内の支局は、 ブーヒエント、バルデュルンにある。南西ドイツ放送は、オーデンバルト支局に属す、派遣員駐在所を、ブーヒエントモースバッハに置いている。道路交通軍域には、南東端を、アウトバーン A81 号、シュトットガルトビュルツブルグ線がかすめいるだけであるが、この道路を介してこの軍は、ヨーロッパの広域道路網に接続している。この他に、連邦道、 B27 号ハイルブロンタウバービショフスハイム線をはじめとする多くの連邦道、修道、軍道が軍域を通っている。鉄道と公共交通ネッカーオーデンワルト軍はラインネッカ交通協会のサービスエリアにある。公共の旅客交通機関であるバスや鉄道は VRN の料金体系に組み込まれている。隣接する ハイルブロン郡やホーエンローエへ郡との境界地域は、ハイルブロンホーエハル交通協会の料金体系下に、ある。ラインネッカー S、バーン路線図ネッカーオーデンバルト郡の、鉄道路線郡域内にある重要な鉄道の、接続ポイントは、モースバッハネッカーイルズ、ゼッカハ、オスターブル県である。ラインネッカー S、バーンの S1 号路線は、2003年から、 ネッカータール鉄道及びネッカーエールツ・オスターブルケン、線を利用してホムブルクからハイデルベルク、ネッカーエールツ、ゼッカハを経由してオスターブルケンまで1時間ごとに運行している。オスターブルケンからはフランケン鉄道を介してビルツブルグ方面及びシュトゥットガルト方面に接続している。ゼッカハではマドンネンラント鉄道に接続しブーヒお及び ベルディルンを経由して、バイエルン州ミルテンベルクに至る。ネッカータール鉄道は、モースバッハネッカーエルツから南に伸びて、軍外の接続ポイントバート、フリードリヒス・ハルヤクストフェルトに達する。1862年に、バーデン国営鉄道のオーデンバルト鉄道が、ハイルブロンからメッケスハイムとネッカーエルツを経由して、モースバッハまで開通し、1688年には、 オスターブル県を経由して、ビュルツブルク方面へ軍を東西に貫いた。南西部では、ハイルブロン方面から1869年に、ビュルテンベルク国営鉄道が、運転レアクスト鉄道経由でオスターブル県駅に至った。ネッカー川沿いの経路は、1879年から、 バーデン国営鉄道のネッカーダール鉄道のネッカーゲャントネッカーエールツやクストフェルト区間が利用しており、その後さらにネッカー川沿いにヘッセン州にまで通じている。ブーヒエン及びバルデュルンは1887年にゼッカ派からのマドンネンラント鉄道が接続し、1899年にバイエルン州ミルテンベルクまで延長された。1911年にはこれに、 バルデュルン、ハルトハイム線が接続した。バーデン大綱領は1905年にモースバッハからムーダウまでオーデンバルトエクスプレスと呼ばれる狂気鉄道を建設した。この鉄道は1931年にドイツ帝国鉄道が引き取るまでベリングウェクター社が運営していた。ベリングウェクター社は1908年に オーバーシェフ・フレンツからビィリヒハイム間の狂気鉄道も運営している。ヒュッフェンハルトは1902年にバーデン・ローカル鉄道によって建設されたネッカー・ビショフスハイムからのクレブス・バッハタール鉄道の終着点であった。これらのうち以下の 60km の路線が廃止された。2021年現在 99km の路線が運営されている。 うちの単位のない数値は2020年12月31日、現在の人口。ありがとうございます。